幸せボンビーガール見ました。この番組の上京ガールっていう上京してきた女の子が物件探しをするコーナーが面白いんですよね。東京の家賃の相場を知らない子が出てきて、まあすごい条件出すんですよ。オートロック、2階以上、バストイレ別、大きめのクローゼット、吉祥寺の物件を2万円台で探してますとか。さすがにそんな物件ないじゃないですか。で、結局不動産屋に外観がピンク一色の梅津和夫系アパートに連れて行かれて、そこで初めて上京ガールは全てを悟るんです。ははーん、この価格じゃこういう大家の趣味全開のとこしか住めへんねやって。で、ここからが良くてね、気持ち切り替えてその物件を褒め始めるんです。うわー、可愛い部屋っつって。でも激安物件やから具体的に褒めるとこが見つからんのですよね。で、こっちは次どこ褒めるんかなって見てたら、トイレの便座座ってトイレットペーパーホルダー触って言うんです。いい位置って出たー、内見パンチライン。いやー、絞り出したね。しかもいい位置っていう人結構多くて、僕が見た回では4人中2人が言ってました。よう考えてください。あの2万円でオートロックって無茶な条件言ってた子がこんな些細なとこに気づけるようになったんですから。物件探しは人を成長させるんですよ。道端に咲いてるタンポポの美しさに気づけるようになるんです。だからこのコーナーはある意味成長物語、魔女の宅急便なんです。そう思ったら上京ガールめちゃめちゃ応援したくなるでしょ。